先日ディズニーランドに行ってきた時のお土産でーす。これから開封しまーす。でも自分たちに買ってきたのはコラスに、このこっちはお友達に C でテラルーノのモコモコの上着とかでなんか、ヘリーメイのクッションとかいろいろ可愛いのがあったんでお友達にそれを買ってきたのと、C もお友達とか知り合いの方とかお世話になっている方へのお土産でこの小遣いの一袋分買いまして、こっちは自分たち用に、これはずっと欲しかったステイのポップコーンバケット。かわいい。内容、今回はブラックペッパー味でした。美味しかったって言っとった、言っとったってなんでなん。ちょっとしか食べてない。これが35周年のチレナのイバーン。これが35周年のお箸。本当はね、これもう2人ともチテが欲しかったから、こう単体でチテだけ売って欲しかったんやけど、それがちょっとね無理やったからね、私はミニちゃんとデジジャーを使おうと思います。かわいい。これが35周年のパスケースの表と裏。もうめっちゃかわいい、ね、キラキラがすごい。みんな笑顔はじけすぎやん。そうね、ほんとそれ。でもこのチャックのところのさ、このね、リボンかわいいよね。かわいい。こちらが35周年のお菓子。もうこういうカンカンってね、なんか冷たくない。しかもこのメンバーのヤバさね、ピーターにアラジンに4匹おって、さこもみんなおって、ウッベルとかアリスとかアリエルとかトイストーリーモンスターズインク。え、もうこのメンバーがやばい。もうね、チーティーがセンターです。このセンターキャー、かわいいわ。で、こっちはあれね、歴代の今までのミッキー、ミッキーが集まっとる、これは結構すごい、なんか見とって楽しいよね。で、側面もさ、こういろいろね、なんか風景とかいろいろある。これ25周年とかちゃんと30周年で、これロゴがあるのがすごい。一番最初かな、これほら、あ、マップみたいなマップとか、すごい時代感じる。で、1周年だからもんね、すごいな。次はタオルで、これがね、出たやつなんで、なんか昔のタッチな、こういう感じ、全部こういう感じで、これがもうほんとずっと欲しくて、この絵柄が可愛くて、私はこういうなんかスモアのこのタッチが好きで、そう、これをずっと欲しかった、欲しくてタオルを買いました。で、念願のこのパークに行ったらワッフルとかで食べるときに出てくるお皿、もうこれ見てた時からずっと欲しくて、でもずっとね、売り切れ再販、売り切れ再販で行ったらって、コップもあった ねでもこっちは欲しかったから買って、でこれが私たちが行った時ちょうど新商品で出とったやつで、なんかスプーンとかフォークのこの持つ柄の部分が長くてすごい使いやすいなと思った。可愛いしね。で、だから止まれると思います。これが鍋式です。敷くのもったいないよね。でもちょっと可愛すぎて買っちゃった。ね、もう一個買いました。これが巾着でーす。私は巾着マニアですので、行くたびに巾着を買ってしまう。こっちが裏かな。傾向がありましてね。これ本当に可愛い。で、もう一個がこの歴代ミッキーのこの行った時に売り切れた。ね。で、そんで、その後に補充されとったね、でも。すごい人気の人気商品です。こちらが35周年のアグカップです。回転できる？全体図は、ここから行けばいい？こう来て。あー、ちょっと可愛い。こんな感じになってま
持つとこまで可愛いし、うん、中もさこのタッチが可愛い。みんなおる、うん、ここも大きいと思う、ミニとかおる。もう一個がこの歴代ミッキーたち。さっき巾着間違えて売り切れましたって言ったけど、こっちやった売り切れたのは、うん、ラスト2個、ラスト2個あったよね、うん、もうそこからもみんな探してらっしゃって売り切れですってキャストさんがおっしゃっとって、奇跡と思って、本当奇跡。こんな感じです。かわいい、リギナルグッズとかあるのもいいよね、うん、こんな時代よ。とっても可愛い。そう、こう来て、かわいい、食べ物もあるしみたいな。中もその中もこのそこまでちゃんと35周年。じゃあ使いたいけど、これはもう鑑賞用になる、鑑賞用になこれが買ってきたクリアファイルです。かわいい、かわいい、1枚です。裏はこんな感じでミッキー。裏はあれやね、色で、そう、1個1個違うって感じ。ミニーでピンク色なんですね。ピンク色ドナルド、デイジー、グーフィー、笑顔はじけすぎやん、笑顔はじけすぎ、かわいい、プルート、チーリー、かわいい、かわいい、ほんとかわいい。これもね、使わんと多分ね、鑑賞用、うん、ね、クリファイルもいっぱい買ってしまう。このメモ帳かわいい、うん、裏の絵柄はこんな感じで、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これすごい使えそう、うん、35個も絵柄あるの、すごい、ね、大容量。ハロウィンの、ハロウィンに行って、そう、初めてハロウィンのグッズを買って、そうそう、このハロウィンのグッズこれしか買ってない、ね、うん、このチネがめっちゃ可愛くて、これを買いました。この2匹は私たちで、これはお兄ちゃんとお兄ちゃんの奥さんにあげて、うん、これはお母さんに、うん、今35周年からマーク2インゴに乗ると、このスタンプを自分で寄せて、このポストカードがもらえるっていう友達が教えてくれて、うん、ちょっと待って、これ裏ついとるやん、ついて戻る、でもほら自分で押せるのがいいよね、ちっちゃいお子さんとかもね、ガチャーンってしてできるから。35周年までの期間限定です。シンデレラ城の中にあるガラス屋さんで買った35周年の鏡なんですけど、うちはこんな感じ、ミニはこんな感じで、中に名前が彫れるんですけど、一応本名なんでね、ちょっとカメラ映ってますけどね、こんな感じでなってます。これが35周年のお菓子。なんかもうインテリアにしても可愛いなと思って、このなんか四角い長方形のやつもあったんやけど、なんかミッキーの形の方が可愛いなと思って、ちょっと反射このキングがね、魔法をかけてくれてます。私が集めているピンバッジ、ハロウィーン、可愛い、暗闇に光る部分があるよ、どこ、おー、ありました、皆さん買ってみてください。で、これなんかこのカートの見える、こう、あ、見えた、上下や、わかりますかね、この、うん、ピンバッジと、あと35周年の、うわ、もうかわいい、デザインがかわいい、なんかもうキラキラしとる、この35周年のと、あとドリーミングアップのこのパレードのフロートのやつと、これもセレブレーションセレブレート、うー、と、あと35周年のチデー、何この弾ける映画が、かわいい、このスプラッシュマウンテンのちょっとシャッ、最後のバシャンバシャンの血で、タワーオブテラーのめっちゃ可愛いよね、ね、
ピンバッジとラプンツェルが好きなのでラプンツェルと、あとなんかまた新しいディズニーのディズニーリゾートっていういろんな建物がモチーフになっとる、かわいい。とこのずっと欲しかったね、安全ピンみたいな、言い方悪いね、安全ピンみたいなやつのミッキーとミニー、かわいい、しかもかわいい、かわいい。で次、あ、こっちの方がいいか。でこれ缶バッジとピンバッジ、もうこれスペースプライナーだってね、3500円が1900円でなっておりました。もう即買いですわ、そうそう、一個一個ある。そう、さっきのピンバッジ版のマグネットそう、マグネットも集めてるんで、ピンバッジとね、マグネット、マグネット集めてて、ね、収集しております、ね、マグネットと、あとこれハロウィンのマグネット、初めて買えたね、うん、うん、初めて買えたハロウィングッズ、めっちゃ嬉しい。で、あとこれクリッターカントリーのチデのマグネット、で、こっちもまたハロウィンの、こっちは C の方、かわいい、35周年のステッカー、キラキラしてる、かわいい。で、こっちが歴代ミッキーの、その昔と今みたいな感じね、うん、歴史ミッキーのステッカー、食べ物の、ね、これ欲しかったやつ、そう、ステッカー、かわいい、かわいい、パソコンに貼ろうかな、うん。で、なんとなんと、ただいまからポスカ、ポストカードの買ったものをご紹介していきたいと思います。こちら35周年横バージョン、あーかわいい。でこっちが縦向きのバージョン、かわいい。でこれが立体的に見える、うん、ちょっと 3D っぽい感じ、ね、感じのポスカ、かわいい。アップにすればいいのに、なんで画面をギャンってやるの。でこれがまた歴代ミキのポストカード、うん、でこれがセレブレイト、シンデレラ城の、あ、シンデレラ城のプロジェクションマッピングのやつよね、うん、あー、ここからも感動した、抽選が当たってもう、ね、で初めて買えた C のポストカード、すごい、ヴィランゾルだけでやっぱ雰囲気が全然違う、ミキとミニもかっこいい。でこっちがディズニーランドの、あ、ちょっとこれも変わるやつ、立体的なやつ、あ、目つぶったりしてる、上向いたり、あ、変わる、うん、こんな感じ、うん、すごい。でこれがまたさっきやったあのピンバッジとマグネットと一緒の感じの色違いの、最後ダッフィーフレンズ、もうね、このグッズめっちゃ欲しかったり、ね、後ろめっちゃ可愛いから、これほんと可愛いけど時間なかった、時間なかった、でもいいや、友達に買えたからいいな。最後この帽子、最後じゃないわ、帽子も買いました、2人分で、サロンで35周年黒で、これもさっきと一緒にいろんなねキャラクターそう手柄して、すごいなんか高級感の感じです。これ中くらいのサイズだよね、うん、中くらいのサイズやと上がそう、チャックがついてるから、そこもね、すごい可愛い、中も可愛い、いっぱいなんかキラキラしてね、これ使いやすいよね、うん。それがランドの、ボール転がしでチャレンジして、ちょうどね、ぬいぐるみが景品チェレであったんですけど取れなくて、うん、でもこのチャームをね、欲しくて可愛かったのでお化けとして取れてよかったです。お姉さんもすごい優しかった、うん、しで、ワールドバザールを歩いていたら、なんとセレブレーション始まったー、ね、もうすごいって、こんなことありますっていう奇跡、一回しか出ないね、この紙、
もうね、動画にも収めたしね、動画に収めながら自分の手でね、こうやってしとるよ、もう自分の手がね、ハッピネスってなっとったもん。カードまたこっちにいっぱいあるよ。タオルとかステッカーとか、あ、これさっき当てるってちゃんと見せれてなかったとか、うん、金属とか、まあね、ちょっといくら吹っ飛ばしたかはさしてください。はい、でも楽しかったです。ありがとう、ゆめのくに。